今どこにいるかっていうと、タイのパテにいます。パテのところでこれから、ビーチですね。1年、3ヶ月ぶりなんですけど、パテはね、バンコクが半年前に行ってるんですけど、これから自分の好きな行動の一つ、パテのビーチで、タイの料理とタイのビール、海を眺めながら、ね、楽しむ感じですね、はい。で、マッサージとか、ね、したりとか昼寝したりして、ホテルですね、トロピカのホテルということで、ソイログのところにあります、はい。海が本当そこからもうビーチがすぐなんで、立地条件抜群ですね。そんなに高くなかった、1200バーツぐらいかな、税込みでね。なんで、ね、今レートで言うと5000いかないぐらい、4000台で今取れてます。朝食なし、まあ朝食ちょっと別途つけようかなと思ってるんですけど、でもそこからもうビーチなんで、これが俺の好きなもの。今こんな感じで海に来ました。昔に比べたら結構奥行きがねあります。昔はもっとねこっちまで見つけてたんですよ。うまく対策したなって感じがするんですけど、だから昔に比べたら全然綺麗な感じになってますね。これメニューですね。前に比べたらやっぱり全然値段上がってきてますよ。こう張り替えてるじゃないですか。で、まあ、こんな感じで一応ゴミ置いて、まあ店によって違います。この並び張りがあってここはここの経営が違ったりするんですけど、でも最近結構値上がりしてますね。どんどんね。でサラダ系、海鮮系なんかもありますけど、パパイヤタイサラダ、これは変わんないな。これまず1個頼んで、パパイヤソムだもんね。でチャーハン、パッタイでもいくわ。ラプライドライス、あとここの空心菜の炒め物とかですね。で、パッタイ、ロータリー、パッタイはねこのね、まあ一通り大体揃っててね。で、パッタイ、パッタイ、あ、パッタイあった。これね、これいきます。だからソムタム、パッタイ、空心菜炒め物、チャーハンでもいいかな、はい。まあこっちがチャーハンか。チャン、レオ、あれがないのかな。あ、シンハない、あれシンハないんだ。あ、あったあった、シンハーね。あ、レオか。あれ、これシンハーのはずなんだけど、なんかレオってなってる。久々のシンハービール、2003年ですね。これ好きなんですよ。私の好きな、このパタヤで好きな航路の一つが、こう、ビーチで、この海を眺めながら、タイ料理とビールでいただいたんですね。はい。美味しいです。また私、シンハービールですね。大きいですね。大きいは120なんだけど、大きい。で一応氷漏れました。ナムケンね。です。いや、最高に美味しいですね、これ。チャーハン100で、ソムタムが80ですね。180で、これが150だったかな、100だったかな、150ですね。だからまあ330で、ビールが120なんで450。今のレートで、円安のレートで言ってだいたい1700-1800円ぐらいか。まあこれ1匹だけでもいいって証明ですからね。でこんな感じ海を見てます。これが本当に至福のひとときですね。あ、ビールですね。で一応ナムケンということで氷入れてくれました。店によってまあやっぱりちょっと、例えばゴミ箱持ってきてくれないとかね、あのティッシュが、ティッシュは多分持ってきてると思うんで、ティッシュが今ないですけど、でまずはこのパッタイですね、いただきます。最高ですね、うん、美味しい。これ多分どっかで作ってるとこがあって、まあ、各ところがあの頼んでねっていう感じですね。でこのチャーハン、
しいな。やばいですね。乾杯、尊敬。今、食事終わったスイカでこのスプライト、あとマッサージ30分、あ、1時間フットマッサージでちょっと削ってもらう感じで、で、1時間30分600バーツですね。爪を綺麗にしてもらってます。この後あのフットマッサージです。最高です。気持ちよかったですね。あのマッサージということでやりましたけど、すごい良かったです。今5時半ぐらいでそろそろホテル戻ろうかなと思って、視聴者の方と会食予定なんで、最高ですよ本当に。今ねこの街いますけど、夕方ですね。まだ日が沈まないですけど、まあ、パラソルが時間によってこう斜めだったりして、うまくこう日が当たらないようにって感じです。海がこうあって泳いでますね。そこのところに泳げる感じなんですよ。明日ちょっと泳いでみよう。